ハリー・フレデリック・オッペンハイマーハリー・フレデリック・オッペンハイマーは南アフリカの鉱山事業家、世界有数の大富豪、鉱山事業家、アーネスト・オッペンハイマーの息子として南アフリカのキンバリーに生まれる。家系はユダヤ系ドイツ人、生涯の大半をヨハネスブルグで過ごした。13歳の時、キンバリーのシナゴーグでユダヤ教の成人式を受けたことは、 南アフリカのユダヤ人社会では広く知られている。ヨハネスブルクで初等教育を終えた後、英国に送られて寄宿制のチャーターハウス校に入学。後、オックスフォード大学のクライストチャーチカレッジに進学。哲学と政治と経済を専攻し、1931年に卒業。ブリジットとの結婚に際してアングリカンコミニオンの信徒となる。しかし、生涯を通じて、 ユダヤ人の諸運動への支援者であり続けた。イスラエル建国以降は自社のダイヤモンドをイスラエルに輸出することを承認した。こうしてダイヤモンドの選別と加工はイスラエルの重要産業となった。反アパルトヘイト運動への支援者としても知られる。彼の事業は息子、ニッキー・オッペンハイマーが継承している。ありがとうございます。